指名でいきました。抽選で当たってれば何回のユニフォーム着たんですけどね。いいですね。とにかくこの人はあの高校時代ご承知のように狭山工業高校、本人は近鉄の鈴木啓司、それからあの西武の江夏を目標とするとはっきり言ってますかね。放送席金子さん、はい、三塁側オリスさんの土井です、はいはい、ピッチングを終えました。その投手に来て今日はねあの1回素晴らしかった、なんか打席に入っても随分気合が入ってましたね。ちょっと頑張ってください。どうもご苦労様でした。日本ハムの角、素晴らしいピッチングを展開しまして0点に抑えて責任回数終わりました。サードゴロ、藤尾フィールディングが見たい、アウト。そうですね。さてバッターボックス辻初彦、佐賀東高校から日本ツー、この人はあの社会人時代からあのどこでもやれると言いました。辻、小野、これはあのペナントレースでもこの大会、本当いいですよ。どんな点がいいんですか。あのね、思い切りもあるしね、はい、あの振りなんかでもカーブなんかでもこういいということと思うんですけどね。っていうのは当たらないっていうのは金村さんの読みがなかなか当たらないと。まあ下手ですけどね。いやいやいや、そういう意味ですね。そうです。クリーンナップを打ちます。阿部がボックスに入りました。50小野、僕らみんな一生懸命見てましたけどね、はい、うちはまた特に左がおりませんしね、はい、もうこの人を逃してはしばらく左がいなくなるんじゃないかと出てきたことがあります、はい、今年4年目です。んっと打ち上げた、どうかな、ギリギリだ。ただから野球をやめて、まあ、国へ帰るという話を聞いたことがあるんですがね。まず小ぶりになってまいりました。ライト方向の空が少し明るくなり始めました。どうやら大丈夫そうですね。そうですね。加藤新一投手から奪いました。2-1から5球目、レフト線ライナー投手、